バート・ケーニヒは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、オーデンバルト軍に属すし、オーデンバルトの中央に位置する保養地である。バート・ケーニヒは、北は、ヘイヒスト・イム・オーデンバルト・トリュッツェル・バッハ、東と、南は、ミヒエル・シュタット、西は、ブロム・バッハ・タールと、ブレンス・バッハと境を接する。この市には、首有であるバート・ケーニヒ地区のほか、ツェル地区、モーマルト地区、 エッツエンゲゼス地区、フィルステングルント地区、キムバッハ地区、ニーダー・キンツヒ地区、グムパースベルク集落を含むオーバー・アイコール・キンツヒ地区が属す。バート・ケーニヒ城、バート・ケーニヒはは、ゲルマン時代の入植地であった。ローマ時代には、クインタイアカムとして知られていた。クインティチャの名前は、バート・ケーニヒのことで820年から822年に、 文献上に記録されている。中世には、最初帝国直轄地であったが、後に、古田帝国修道院領となった。バートーニヒは、中世初期にはすでに防衛施設が整えられ、前頭の裁判所や前頭の行政施設が設けられた。1477年には、マインズ選帝校の霊園、カニグは建釈自住、コンラートフォンヤバッハに与えられた。 エアバッハの所領分割に伴って、1747年にアムト・ケイニヒは、エアバッハ・シェーンベルク白領となった。1948年にケイニヒは、州でよく知られた、高専長と称し、1980年に、このオーデンバルトの高専長に、都市権が与えられた。ケイニヒには1939年まで、ユダヤ人組織があった。 その発足は18世紀にまで遡る。ユダヤ人人口が最も多かったのは1880年頃で100人が住んでいた。ユダヤ人家族は家畜や馬の売買、穀物や小麦の売買、手工業製品や食品雑貨、ガラス、陶磁器の取引を行っていた。J. マンヘーマー社は農業機械の大きな会社である。ユダヤ人保養客のために、 カッシュルートを遵守したペンションが設立された。1795年から97年に建設されたシナゴーグは、1938年11月の迫害運動によって甚大な損傷を受け、1939年に取り壊された。1933年には72人のユダヤ人がこの町に住んでいた。 11月迫害運動に関連した残虐な状況によってそのほとんどがこの町から去っていった。1939年からは食料品を購入することもできなくなった。少なくとも10人のユダヤ人がバート・ケーニヒから強制収容所へ送られ殺害された。バート・ケーニヒの市議会は27議席からなる。地区審議会はエッセン・ゲゼス地区。 フュルステングルント地区、キムバッハ地区、ニーダーキンツヒ地区、オーバーイコールキンツヒ地区、ツェル地区にある。この町は、連邦道備45号線を介して交通網と接続している。オーデンバルト鉄道は、バート・ケーニヒとツェルから、ネッカータール地方及びフランクフルトアムマインや、ダルムシュタットを結んでいる。ありがとうございます。